こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の前後は松風仙光段図です。松風は永遠不変の真理を語り続けているということ、山は呼ぶ万勢の声や松風古今に伝うなども同じ意味の前後です。人は煩悩や執着に邪魔されて心の耳を開かない。多忙の中、時には一服の茶を喫して静かに風の音に耳を傾けたいものです。それでは今から松風仙光段図を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。